くしちゃったらごめんなさい。天よ、この天空日輪を結びたもう。輝き降り注げ光の加護。オロス、貴様は犬死によ。矢を連ねてくる。三本程度で倒れ。あ、決めこぜ。また尻もちつ。命を投げ打て。貴様が消えても毛利は滅びぬ。かくなる上は配下を守るが将の務めよ。いざ。所詮は捨て駒。我が策にほころびなし。邪魔をするな。我は忙しい。作に異を唱え、それもよかろう。卑弥呼様は本当にいらっしゃらないのですか。嘘か真か占ってみよ。騙された己の愚かさ加減が見えるであろう。おやっさん、この人全然分かってないっすよ。開き直った犯人は必ず身を滅ぼす。下手人毛利、卑弥呼詐欺の罪でお縄を頂戴する。うわっ、なになに、なんすか。もう謝っても許しませんよ、毛利さん。ごめんなさいと言いなさい。日輪よ、絶大なる加護を。愚者を照らし浄化せよ。貴様を手ごまに邪魔者らを消すつもりであったの。乙女が負った心の痛み、ドドンと一万倍でお返しします。我の策通りに動いていれば良いものを。全く捨て駒にもならぬ死に駒よ。私は卑弥呼様の大先輩の声を聞いて導かれていたと思っていたのに、辛くて悩んだ時に私はあの方の卑弥呼様の言葉で立ち上がる勇気をもらいました。計りごとのまやかし。その言葉にすらすがるとは。貴様は巫女としてもはしたと言えよう。違います。私が聞いたお声の中にはきっと本当の卑弥呼
様もいたはずなんです。私武芸は社の皆さんから習いました。くだり、路傍の意志とは貴様のことよ。日照の巫女か。また異質なる策を講じられたものだ。滅ぶ。お願いします。おととい来てください。全ては我が策のうち。それが分からぬか。消えよ、失せよ、火の輪の力の前に。良いわ、次の策に移るまでよ。準備は良いな。行くぞ、者ども。このような岩物、貴様に触れてやる。者ども、動力炉を破壊せよ。何にすがり、どう思おうが貴様の葛藤だが、我に手向かうならば捨ておけぬ。あなたにはきっと一生わかりません。私は信じます。本物のお声が届いていたと。鶴姫さん、僕そういう熱いの嫌いじゃないっす。しかし元成様、まだ我らの兵が。まさか自らの船を沈めるつもりか。小娘、己の愚かさに唐揚げ、何をわめこうと耳にも入らぬわ。信じる心、そこに生まれるものもあるんです。あなたもそれを知っているはずです。鶴姫よ、今のは卑弥呼様。今の響きは何だ。我は何もしておらぬぞ。この鹿之助の名推理が今日も一つの真実を導き出してしまいましたね。推理といってもそれは結局人を疑うことです。え、あなたは人を信じる大切さを身をもってずずんと知るべきです。僕も行きますね。戻らないと、春様を探しに。あれ、ちょっと、おやさん、どこ行くんすか。鹿くんこそどこへ行くんですか。私はもうズバッと占いましたよ。アマゴさんはこちらです。そうなの。さあ、お鹿様、いざギュギュッと南です。待ってくださいよ。
乱世を駆け抜けた英雄、創世の道のり。新たな日の本は一人の英雄により築き上げられた。この国の未来は百田瀬越えて那由他の先までピッカピカの明るい光できらめいちゃってますよ。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。